はい、どうも横浜囲碁サロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ今日もね、オンライン碁大会の棋譜添削ということで、今回は初段と2段の方の実践を見ながらですね、実践で使えるポイントなどをね、わかりやすく解説できたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで今回は黒番がミク1515さん、そして白番がチカさんということで、さあ早速見てまいりましょう。さあ初段の方と2段ということなんで、コミがない1局ということになりますね。さあまずね、小目に挟んだところからかけていって、はい、でこれに対して、3つにしてから1個飛ぼうということで、分かりやすいね、形を選びましたね。はい、これもあの立派な形というところになりますね。まあ、よくプロの先生の碁で見るのはこうやってね、2本で飛ぶのもありますけども、するとやっぱりね、つけられた具合とかちょっと難しいのもあるんで、まあ、簡明に打とうということで、こちらも OK だと思います。はい、でここで、まあ、3線っていうのはね、3本並んだら1本飛ぶよということで、基本に忠実なね、打ち方ができてるかなと思いますね。そして黒がこちらかかりまして、まあこれもね、いろんな手が考えられますね。しまったり、こっちからかかったり、挟んだり、こっちかかったりということで、いろいろあると思いますけども、まあ、このあたりは OK でしょう。そして黒はね、小林流という方を一つ敷いてきました。そしてかかりまして、はい。で、下付けからね、地に辛くいきましたね。はい。このあたりね、バッチリだと思います。そして白がね、最後ここで、こちら開きましたけども、まあ、この手では、一応おすすめは、何かこうとかこうとか打っておけば、まあ二立三席ということで、この二つ立った時は三つ間を開けていいよということで、まあよくね言われてる形ですけども、これならば、まあ連絡の具合がね、すごくしっかりしてますから、打ち込まれてもこのようにつけて連絡、まあこっちに来てもこのようにつければ大体連絡できるよというところで、まあこちらの三軒ならおすすめではありますが、まあ実戦は、ちょっとここでね、4件でいったので、まあ、黒としても4つは開きすぎじゃないかということで、すぐに打ち込んでいきましたね。はい、まあ、このあたり白としてもね、ちょっと戦いに仕掛けていこうという気持ちはあったかもしれません。さあ、それから、こちら、付け引きまして、そうですね、まあ、ただ、一応、付け引きは打たなければ自然かなっていう感じしますね。ちょっとこの辺の、石余計にね、痛めてしまうので、まあ、黙って飛んだりとか、何か覗いてからこう飛んだりとかっていう風にしとけば、一応自然な展開なのかなとは思いますね。で、下辺に入るぞという形で、打っていくというようなところですかね。まあ、あとはこちらのかかりも大きいですね。かかってこの1個をちょっと開いて強くしながら、まあ、この2個を狙うと、まあもちろん黒も飛んでくると思いますけども、合わせて一緒に飛んで、外に出ていこうというところですね。まあ、この辺り、自然な展開かなとは思います。まあ、実戦ここ引きまして、で、そうそう、まあ、ここを打った以上は何かね、ここのかかりが来るとこの手は生きるんですけども、逆に挟まれるとちょっとやっぱりね、逆に、重たい石川運びになってしまいますので、そう、ここのかかりにね、どっちが回るか、逆に黒がね、迫ってくるのかっていうのがね、ここからのポイントかなとも思います。そしてまあ実際は飛びから、そう、ただここの3つが弱いんで、なかなか開く暇がね、まだないですね。そう、ここはまずは外に1でも出なければいけません。そうですね、出ていかないと取られちゃうんで、白はこう出てったらいいですね。はい、ただそれから黒がここに打ったということで、そうなんです、やはりこうなるとちょっとこの辺りがマイナスに働いてくるかなっていう印象はありますね。はい、まあ、黒の打ち方はこれね、素晴らしい打ち込みから主導権をつかむ打ち方だったかなという感じですね。それからこちらに打って、挟んでからの防止ということで、はい、まあ、理想的な展開にはなりますかね。はい、でそれから、白こちらに打ちまして、出ていきましたね。はい、でここ打って、うん、そうですね。まあ、このあたりも黒非常に、もう申し分ない展開ということですね。まあ、白も、そうですね、隙を作れるとしたら、こっち側のコスミの方がどちらかといえば気になりますね。こっちの外コスミよりも、ここはなんか薄くないですかっていうのもちょっと気にはなります。こう来た時にぶつかって、例えばこっちを押さえるようだと、これはなんか一気にこの3つが危ないですね。はい、なんでこれは白が大成功の図です。ですから、ここに打って、ちょっとこの辺りの傷具合を見たいわけなんですが、まあ、黒としてもこの辺りなんか一着打つのがいいですね。はい、さっきみたいにここが切れないように、まずはここに打って逆に白を切っていくよという手が黒もいい手だと思います。で、まあ、やはりまた覗きから、例えばこのように打ちまして、まあ、ここで黒もこう打っておけば、大体連絡の、できそうな形というところになりますかね。はい、ただまあ白としてもそれ打っとくことでこちら側入る手がね、大きな手になりますから、それからこんな風に打っておくのも、おすすめですね。はい、ということで、まあこの辺りね、非常に難しいんですけども、まあ黒がね、非常にうまく打ってきてるなという印象ですね。まさに理想的な、打ち方と、で攻めつつしっかり隅も固めて、
はい、でそれからこのように打ちまして、これでなんとなくはね目ができそうなんですけど、ただ黒にねこの辺が強くされて、まあちょっと分断もされてというところで、でまあここからただ少し反撃の糸口を狙いましたが、まあ、ただこれもしっかりと、した形にはなったのかなという印象ですね。はい、でこういきまして、でそれからこちら守ったのもいい手ですね。はい、でここで曲げて、ただ白もここからね仕掛けていって曲げて、まずはここ広げていこうということでいいですね。はい、でこちらかけついで、まあ、この後ねこの辺の空間がだいぶ広くなってきましたから、さあここが大きな白地になるかどうかというところがちょっと注目ポイントにはなりますね。はい、でそれから実戦つけていきました。まあこれも悩ましいですけどもね、このつけもどう打つかということで、まあ、実際はこちら跳ねましたね。はい、まあこれどちらもねありそうですね。まあ強気に行けばこちら、はい、要はこの壁がまだ弱いなと思えばちょっとこっちに行ってみたいし、まあ、この壁が強いなと思えば地を守るような手でいきたいんですけど、まあ、今まさに微妙なとこなんですよね。この黒を強いと見るかどうか非常に微妙なところで、ただ白としてはね、ちょっと強気に行ってみたいなということで実戦こちらから打ちましたね。はい、これもとてもいいと思います。はい、でここでこのように行きまして、ただまあ、忘れちゃいけないのがやはりここに打ったからにはちょっとこの辺り狙ってみたいなっていうところはあるわけですね。はい、で実戦これこの後どうなったかと言いますと、まあ、このように行きまして、まあ、切り違い難しいんですけどもね、まあ、こういって、連絡して、まあ、次ちょっとこれも薄いぞということで隅で生きて、それから取られるとこれはねちょっと黒がうまくやった形なんですね。というのもこの後ここ切っても当たり当たりで、ちょっとこれはなんか取られてしまいそうですよね、白がね。はい、なので切りが打てないということで、まあ、並んだんですけど、まあ、これで繋がってしまう。そして左辺とも繋がってますから、ここで左辺の陣地も白はできそうになくなってしまって、まあ、黒が侵入してきたというところで、ここは黒が1本、技ありというところになりますね。ですから白としてはここですね、この形よくできるんですけど、切り違いね、切り違い打った時にこの一見がある時っていうのは大体ね当てといた方がいいです。1回は1回は当てておく方がおすすめですね。この一間の間に入っていく、こう打つと、まあ、相手に傷が残らないんですよね。で実戦ここでこういう風に打つ方が、まあ、同じように繋がるんですけど、傷が残る分ちょっと面白いわけですよね。この辺りなんか入っていく手ありますからね。はい、ただこの場合さらにこういうような手が面白いのかなという印象ですね。これはもうこちらの攻めを狙った一手になります。例えばですけども、ここ渡ってくるのであればもう元繋いじゃって、でまあポンと取られるの怖いんですけど、その後まあこんな風に打っておいて、ただ黒も結構怖いんですよ。これここ全体の目がないですから、例えばこんな風に来ればこう打っておくと、一応ここ連絡はできない形になってますからね。かつまあ当たりになってしまいますんで、まあ、取れはするんですけど、このようにグッと打っておいて、これは跳ねてきても、まあ、こんな風に打っておくことで、まあ、ちょっとまだね難しいところはあるんですけども、まあ、一応はっきり目があるわけではないなということで、まあ、この辺りの攻めにねちょっとかけていくような打ち方も、面白かったのかなという印象はありますね。まあ、この後もね結構難しいですけど、例えばただコスんできてもこれ跳ねられると目があるんで、ちょっとこう打っておいて、まあこの手がちょっと怖いんですけど、ただこれも押さえておいて、例えば切られてもまだ打って返しの筋がありますね。はい、なので、まあ、白としてはこの辺でちょっと、ここの一段にね、まあ、取りかけに行くようなね勝負をしても面白いのかなという印象ありますね。ちょっとこの辺りは難しいとこですが、ただまあこういったとこ当てる形っていうのはよく実戦でね出てきますんで、使えると面白いのかなというところでしたね。はい、でここでちょっとこのようになってやや苦しくなったのかなということで、まあ繋がりまして、はい、で実戦はこのように行きまして、ちょっとこの辺のね白も危なかったんですけど、ただこの辺りのね筋はお見事ですね。このように打ちまして、まあ生きに行ってというところですね。まあ実戦もこの後ねなんとか、まあこれは、こうでね生きることはできたんですが、まあ大将でちょっと、この辺りを取られて、まあ白の投了というところになりましたね。はい、ということで、まあ、かなりねお二人とも、うまく打たれてる一局だなと思うんですけども、本当に白としてはこの一瞬の隙から主導権をつかまれてしまったなと、4件からね気がつけば主導権を取られて押し切られてしまったなっていう印象でしたね。白もだから難しいところなんですけど、まあ、ただあの5でね難しいの避けすぎてもやっぱりいけないんで、まあ、この辺りのコスミの具合ですとか、あとはさっきやったここのちょっと上辺のね、この左上の石をちょっと狙いに行くような打ち方をして勝負に出るのが、
唯一ちょっと面白めの筋になったのかなというところですね。はい、ただまあこの子はね、黒のミクさん、ミクちゃんですね。はい、もう何回もね、いつも出てくれて、今回ね、初めて素晴らしい成績を収めたということでね、非常に喜んでますというようなね、メールもいただいたんですけども、今回はまさにミクちゃんの、名曲だったなという正直ね、印象ですかね。はい、というところで、今回の5話以上にしていきたいと思います。はい、ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。毎日ね、いろいろな動画上げておりますので、ぜひともチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。